春も夏も秋も冬もずっと使えるトップスが欲しいよーと思ってる。そこらあなた、作りました。袖が外れるスリーウェイスウェット完成しましたよ。はい、というわけで今日は春夏秋冬すべてのシーズン使えるスリーウェイスウェットを用意しました。こちらですね、 MBN アイテムとして発売いたします。メルマガ会員さんと LINE 公式アカウントのお友達になってくださってる方が購入可能なので、まあ、LINE は全然無料で登録できますし、ボタン一つで概要欄の方から友達になれますし、メルマガの方はですね、月額550円なんですけど、初月無料なんで、初月は無料で読むことができます。ぜひ登録してみてください。こちらなんですが、実はですね、以前MBN アイテムとして3年前ぐらいかなに出して大好評で、ずーっと使ってて色違いが欲しいですっていう声が何気に結構あったんですよ。で、僕自身もこれ欲しくて、ちょっともう一回作ってみようかなということで、まあ作ってくださったメーカーさんにもう一回お話をさせていただいて、今回再販となりました。で、前回やらなかった色も含めてですね、今回オフホワイト、まあちょっと白なんですけど若干オフっぽい色、オフホワイトとネイビーかなり今回かっこいいですよ。ネイビーと、そしてピンク、すごい薄いピンクですね、と定番カラー黒、この4色でやらさせていただきました。さあ、じゃあこのスウェットどういう特徴があるのか、ポイント3つに分けて紹介していきます。まず1つ目、春夏秋冬すべて使える、長袖としても半袖としてもデザイントップスとしても、というところでタイトル付けさせていただきました。どういうことかというと、これね、まあ見た通りなんですけれども、着用画像もちょこちょこ出てると思いますが、見た通りなんですが、袖にジップがついております。で、このジップを外すと、なんとこれ半袖になるんですね。だから長袖としても使えて、半袖としても使える。で、さらにこれスウェットなんですけど、実は化学繊維、化繊のスウェットなんです。結構珍しいと思うんですけど、化繊のスウェットって、まあ、化繊って言うとなんかこうナイロンみたいなテカテカしたような風合いだと思うんですけど、これ裏毛なんですよ。裏毛の化学繊維なんで、なんかね、本当にこう高級な天然繊維みたいな見え方してるので、全然その化学繊維の安っぽさがないです。シルクっぽいような雰囲気で、で、裏もね、ちゃんと裏毛になってるんですよ。普通のスウェットと同じように裏毛になってるので、コットンじゃない化学繊維の裏毛ってなかなか珍しいと思います。これ、ちょっと名前は出せないんですけど、某有名ブランドが全く同じ素材を使って、同じようにオーバーサイズのスウェット作ってたんですけど、そこで、このジップのギミックなくて2万円ぐらいでした。なんで結構ね、高い素材なんですよ。国産の生地屋さんからもらってきてるんで、生地単価高いんですけれども、そこにまあジップのギミックをつけて、半袖としても長袖としても使えるように、まあ生地がね、春夏でも使える生地で、で、秋冬に着てもおかしくない生地なので、まあオールシーズン本当に対応できる生地です。まあスウェットってシーズンそんなに問わないじゃないですか。まあそれと同じことといえば同じことなんですけど、スウェットよりもさらに、表面全く変わらないんですね。何回も洗ってもこれ表面変わらなくて、耐久性高いので、まあ、スウェットと同じでシーズン問わず着られて、ガン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 着て洗って着て洗ってっていうことをずーっと続けられるので、まあでもロンティーとかだとちょっと心もとないじゃないですか、冬とかはね。なので、冬とかも使えるし、春も使えるし、さらに夏は袖外せば半袖としても使えるっていう、かなり便利なアイテムだと思います。ちょっと実際着てみましょう。はい、ちょっと着用してみましたが、着用するとこんな感じですね。まあ、オーバーサイズなんですけど、そんなダボダボするようなサイズでは全然ないです。身幅もまあちょっとゆとりがあるぐらいですけど、もうブカーッというゆとりではなくて、程よい感じになってると思います。これで僕が175センチ67キロで、M サイズですね。M サイズを着用しています。で、この袖の部分でしょ?この袖の部分をこう、中途半端に開けてもかっこいいんですよ。中途半端に開けて、ちょっとこう肌見せたりしても、これレディースとかでね、こういうアイテム結構いっぱいあると思うんですけど、これ中見せて、まあ素肌見せてもいいですし、中に例えば T シャツとか入れてあげて、ロンティーとか入れてあげれば、ここから色を見せることもできるので、まあそういうレイヤードスタイルとしても使えると思います。ちょっと面白いですよね。ここから白の T シャツとか見せてあげたりしても可愛いと思いますし、ちょっとアクセントになると思います。で、これを外すと、こんな感じで袖のパーツだけ外せるんで、こうやって外すと半袖としても使えます。はい。どちらも外して半袖にしてみました。半袖にしても全然違和感ないですよね。
ちょっとオーバーショルダーの半袖っていうデザインになって、この袖の先にジップが残るんですけど、これもまたいい感じのアクセントになってると思います。まあ、全然半袖としても普通にかっこいいので、長袖としても使えて、半袖としても使えて、で中途半端に開けてインナー見せて、デザインスウェットとしても使える。洋色展開でですね、まあ、黒だけじゃなくていろんな色があるんですけれども、まあ例えば色のレイヤードの仕方、まあ、黒に中に白を合わせて、ここの袖のところから白をちらっと見せてあげてもいいですし、逆に例えば白をこれは選んであげて、白の中に例えばベージュとか選んであげて、ベージュちらって見せたりだとか、ピンクの中にねちょっと赤見せてあげたりだとか、まあ、ちょっとこうレイヤードで表情を変えることもできるので、着こなしが面白くなるアイテムだと思います。これは、まあ、MBアイテム結構たくさん今まで作ってますけども、5、6年やってるんでいっぱい作ってるんですけど、これかなり使えます。本当に洗濯機でかけても全然こう風合い変わらないし、シーズン通して使えるし、半袖としても長袖としても、レイヤードとしても使えるっていう、こう結構いいアイテムだと思うんですよ。自画自賛なんですけど。そして二つ目ですね。ポイント二つ目。裏毛なのに下線。クリーンでモードなスウェットは珍しいと書かせていただきました。まあ、言葉通りなんですけれども、普通のスウェットじゃないです。まあ、一応分類的には裏毛なんでスウェットって言って大丈夫だと思うんですけれども、もう全くスウェットに見えないですね。ニットみたいな光沢感と、スウェットみたいな裏毛の着心地があるので、すごくハイブリッドなアイテムだと思います。スウェットってもっとねカジュアルな印象がありますけれども、これはニットに近いような風合いで上品なので、まあ、大人が着てもいいですし、中にシャツとか合わせても全然大丈夫です。例えばですね、こう半袖の状態で中にシャツとか長袖のシャツとか入れて、こんな感じのレイヤードしても僕は可愛いんじゃないかなというふうに思います。まあ、もちろん普通に長袖で中にシャツ入れてもいいんですけど、この半袖バージョンにした状態でレイヤードする長袖オン半袖のちょっとストリートライクなスケーターっぽいような着こなしもかっこいいかなというふうに思うので、ぜひ、購入したらやってみていただきたいと思います。そしてポイント3つ目、極上の光沢があるため色で遊んでも許されるっていうところなんですけど、素材感がね本当にいいので、色で遊んでも発色綺麗で高級感あるんですよ。だから今回思い切って色で遊んでみました。まあ1回目2年半前ぐらいにこれやった時はちょっと守りに入って、ベーシックな色2色とあとはこうビビッドな赤とかやったんですけど、ピンクカラーだったりとか、ネイビーカラー、このネイビーカラーの光沢感めちゃくちゃ綺麗なんで、これすっごいおすすめです。ネイビーとあと白ですね。まあ白黒は定番としても、まあ、ネイビーでちょっと遊びを入れてあげるとか、これこの上に黒のロングコートとか着たらむちゃくちゃかっこいいですよ。でピンクとかもだいぶおしゃれだと思います。本当にこうビビッドなピンクではなくて薄めのピンクなんで、全然着こなしに困ることもないと思うので、ぜひ試してみてください。以上4色展開なんですけど、まあ、素材の良さが相まって発色はめっちゃ綺麗です。素材が中途半端に悪い素材とかだとどうしても発色汚くなっちゃうんで安っぽく見えると思うんですよ。でもこの素材本当に光沢感も綺麗で生地の厚みもあるので、ピンク使っても例えばネイビーにしても全然安っぽく見ない、色入れても全然安っぽく見えないので、この辺は本当自信持っておすすめできるかなというふうに思っております。春夏秋冬オールシーズン使えて洗濯機でガラガラ洗えるイージーケア1万4000円で、提案させていただきます。ちょっとね生地の単価が上がってしまってるんですけれども、それでもギリギリ1万4000円でいけるかなというふうに思います。だいぶコスパいいと思うので、ぜひチェックしてみてください。10月4日夜9時から発売となります。 LINE 公式アカウントでは、発売直前に URL 流したりするので、10月3日ぐらいまでに登録しておいてもらえると嬉しいかなというふうに思います。まあ LINE 公式アカウントは登録するのタダなんで、ぜひやってみてください。LINE だけの限定動画とか、限定の生配信とかもよくやってるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。ワンクリックでね友達になれますので、であんまり送りすぎるとうざいかなと思って、ブロックされちゃうかなと思ってあんまり送ってないので、週に2回ぐらい配信されるぐらいかなと思いますので、よかったら概要欄の方から LINE の友達になってみてください。で もっともっと興味があってファッションの話読みたいという方はメルマガもぜひチェックしていただけるとすごく嬉しいです。はい、というところで今日はこんな感じ、私のハイエンドスリーウェイジップスウェットお届けいたしました。14000円、10月4日発売です。ぜひお見逃しなく。というところで、今日はここまで。よかったらメルマガ登録と LINE の登録ぜひお願いします。 MB チャンネル今日はここまででした。またお会いしましょう。バイバイ。あ、チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。